拍手よろしくお願いします。お、なんか戻ってみたら、あの子がいんじゃん、女子高生。あれ、今の佐久間ちゃん。佐久間ちゃん、こんなところで何やってたんだろう、学校にも行かずに。佐久間ちゃん、こっち行ったよな。とりあえず、あ、そうだ、この神社まだ行ってなかったよ。あ、チャンサクいるじゃん、チャンサク。佐久間ちゃん、資料館に行ったんじゃないの？聞いてよ、信じらんない。資料館に行ったら、また鍵が閉まってた。あれあれ。じゃあ管理人さん帰ってきたってことかな。そうなんじゃない？でも普通また出かける？てっきりお姉さん探してまた出かけたのかと思って。決死の思いで村を探したけどいないみたいだし。あ、そういえば佐久間ちゃん。さっき若い男の人が中学生を探してたんだけど。あれ？若い男の人って誰だ？望月巡査？じゃないよな。あ、そうだ、あの顔色悪い人だ。あの人先生っぽかったよな。やっぱり佐久間ちゃんのことだったんだね。私と同い年くらいだったけど知り合いなの？違うよ、今学校に来てる教育実習生。おお。あ、学校の人ね。探しに来てくれたの？結構熱心な先生じゃない？だから佐久間ちゃんのことを探してたんだね。すっごい嫌なやつなの。今クラスのやつらより面倒なの。もともとこの村出身らしいんだけど、なぜか私に突っかかってくるんだ。へえ。でもまあ、なんか心配してくれてるって思うけどな。あのさ、私のことあの先生には言わないで。でも、いや、オッケー言わない。ここはね、取り繕ってでもオッケー言わないって言っとこう。そこ言うけど、聞かれたらそこ言うけどね。絶対だからね。うん。大人ってそうやってすぐ嘘つくから、絶対絶対。そうだね、大人はね、本当に醜い。本当に醜い生き物だからね、仕方ないんだよ、佐久間ちゃん。とにかく私は、もう少し潜伏するから。じゃあね、お姉さん。潜伏とは？なんでそんなに、なんかいじめられてるって雰囲気でもなさそうなんだよな。あ、行っちゃった。まあ、とりあえずこの行ってない神社行ってみたいよな。おお、すげえ。あ、ここにも人がいるじゃない。なんか結構古そうな神社がありますよ。わあ、雰囲気のある神社だな。猫だ猫だ、かわいい猫じゃの。猫が大好きなんじゃわしは。こんにちは。まだ夏祭りの季節だな。今年も何事もなく進めば。お、夏祭り。地味な小さな祭りだけど村にとっては大事な祭りだしな。あざかわ村青年団の張り切りどころだな。あー、なんかそうだね、なんか田舎に残った人たちがわんさかやってやる祭りでしょ。まあ青年団っていうより中年団だけどな。へえ、夏祭りがあるんだ。これ参加したいね、なんか。参加できるかな。ねね、村も人が減ってきてるけど、祭りの時期だけは少し活気が出るもんね。だからその時期だけは、どうにか雨が降らないでほしいんだが、天気は操れないからね。まあ雨の日にこそ、この神社の意味があるんだけどさ。雨の日はどうしたって、怯えて過ごさないといけない村だから。ん？怯えて過ごさないといけない？どういうことだ？雨の日は怯えて、どういうことだろう？え？マジでどういうことだ？かわいいね。それにしても広いな、ここ。ここにもおじいちゃんいんだよな。俺は見逃さないぜ。あざかわ村神社は森からこの村を守っとるんじゃ。特にこの神社の奥は昔から神聖な場所とされておる。決して入っちゃならん。って言われると、入りたくなるのが人間の差が。ん？小倉窟という恐ろしい名前の場所なんじゃかな。若い子はわからんかもしれんが、神聖な場所というのは、大抵恐ろしい場所でもあるんじゃよ。へえ、ここが？まあ、行かないと思うけど。今にも壊れそうな穴だらけの柵で封鎖されている。へえ、なんとか、かいくぐれねえかな。いけなさそうか。お、巡査だ。望月巡査だ。佐久間ちゃんを探してるのかな。これ、あれだよ。女との約束取るか、巡査に近づくか。究極の選択出てくるでしょ、多分。巡査どこ行った？こっち側まだ行ってねえんだよな。行けねえか。こっち側行けねえんだ。橋あるって言ってたよね。なんか学校とかに続く橋があるみたいな。あ、こっち行けないかな。あ、でも巡査警察署に戻ったのか、ひょっとして。警察署の方に行けばいいのかな。巡査！あ、戻ってねえわ。あいつどこ行った？こっち側通ったのは間違いねえんだけどな。完全に見失っちゃったぞ。あ、こっち行ける。こっちまだ見てねえわ。すげえ。階段とか。マジでバチクソ広いな、エリア。こんなに広くなってんだ。
なんか村の背景とかもしっかりこのリメイク版になって描かれてるってことだよね。すげえこれ。あ、てかあんじゃん、商店街。商店街っていうかあれか、街？街っていうの。え、なにこれ。うわあ、こんな綺麗な場所があるんだ。すごいわこれは。ワクワクすんな。俺はワクワクすっぞ。話しかけてみよう。湖じゃなくて海が近くにあればいいのにな。え、湖の方が良くない？私、海の魚の方が絶対に美味しいと思うんだけど。そうかな。俺湖の方が神聖って感じして、なんか俺は好きだけどな。あ、猫じゃ可愛いね。猫じゃ可愛いね。あー、たまにはブラックバスとか釣りてえな。ここの湖じゃ刺激が足りねえんだよな。バスがダメならブルーギルでもいいんだけどな。バスとブルーギルの違いってなんだろう。まあ、外来魚のいない湖ってことでいい話なのかもしれねえんだけど。魚釣れるんだね。でも本当になんか透き通ってるわ。沖縄、あ、佐久間ちゃんいるじゃん。また隠れて。わっ、何してんのこんなところで。ってなんだ、お姉さんか。今度はここに隠れてたの。この湖に渡る桟橋は自転車じゃ入ってこれないから、もし望月巡査に見つかっても走って逃げれると思ってさ。さっき見かけたぜ巡査。ふん、そっか。ここは静かだし水も綺麗でいい隠れ場所だね。そう、釣り人が釣りして遊んでるだけの場所だよ。めちゃくちゃ田舎ひげしてるよな、佐久間ちゃん。嫌いなんかな、この町。へー、じゃあ、一緒に釣りすり、泳いで遊ぶのはで、これ水着タイムでしょ、これ。え、ここ釣り場だよ。悪目立ちするに決まってる。くそ、脱げよ。お姉さんってわんぱくなの。田舎でもそんな子いないよ。ついに私にまで攻撃してきたわ。私そろそろ移動するね。同じ場所にいるの危ないから。もうそんな逃げんなら学校行けよ。絶対そっちの方が楽だろ。お姉さんもし釣りするならそこの看板見てみるといいよ。ん？看板？また行っちゃった。でも釣りか、確かにゆったり時間を過ごせるかも。看板ってこれのことか。あなたもレッツフィッシング、今だけ釣りチケットで無料釣り体験、1枚につき1回の釣り体験ができます。へえ、釣りか。お父さんやお母さんも子供の頃ここで釣りとかしてたのかな。どんな魚がいるんだろう。楽しそうだしやってみようかな。え、できんのかな。あ、釣りチケット持ってないや。あ、持ってない。じゃあダメだ。はーい、敵。あざかわ湖も穏やかだし今日は釣り餌がよく売れるわ。ん？あなたこの村の人じゃないわね。よかったら無料釣り体験してかない？そこの看板の横に道具を置いているから、釣りチケットがあれば1枚、いや、で、も、持ってない。持ってないのよ。釣りチケット、あ、3枚あげるから、あ、くれた。釣りの説明、一応聞いてみるか。まず釣りをしたいときは看板を確認して、あざかわ湖に釣りスポットを選べば釣りして、釣りスポットによって、はいはい。まあ、なんとかなるか。X キーを押せば別の釣りスポットに行ける。あとは魚が食いつ、あ、OK。あ、オッケーオッケー。連打ゲーね。うん。釣りライフをとりあえず送ってみよう。よし。ちょっと釣りしてみます。もう音楽変わったな。だいぶ変わったな。釣りスポットを探して釣りを始めよう。ってことで、釣りします。あ、こういう感じでできるんだ。ちょっと、釣りしてみます。連打すればいいんだよね。うわー！連打。え？何？何が違うの？連打してるよ、俺。うわあ、連打。え、なんか違うのかな。あ、来たんじゃない、来たんじゃない。おお、ゲッティ連打。おら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 。やっと一匹釣れた。ワカサギ釣り上げました、皆さん。執念の4分間でした。もう二度とやらない。あ、また望月巡査いるやないか。佐久間ちゃんすごい。本当に遭遇しないよう隠れてる。どんだけ嫌いなんだよ、巡査。巡査、お前のこと心配しとるんやで。あ、縦看板。あ、ここ今やってないって言ってたもんな。巡査、こっち側行ったから今いるんじゃないの。今戻ればさ、いい感じじゃない多分。今戻れんの。あ、まだ村歩きたいみたいです。こっち側行ける。あ、巡査、めっちゃ広いな、それにしても。こんにちは、巡査。いやー、俺はまだそんな。いやー、最近は男も女も結婚が遅いじゃないか。あんたは恋人がいるのか？いないならお見合い相手を紹介するぞ。どうせ孫とかだろう。このじいさんの。ええー、助
け舟出すか見なかったことに。いや、見なかったことにしてもいいんだけど、助け舟って何？どういうこと？望月巡査、向こうの方で犬と猫が喧嘩してました。あとどうでもいい。それは本当か。じゃあ急いで行かないとな。人じゃないんやで。犬と猫の喧嘩に、仲裁に入る巡査。どういうことなんだろう。いや、助かったよ。まあ、おじいさんおばあさんって結構ろくでもない話で長話したりするもんな。最近の若い男は結婚が遅いからな。らしいっすよ、皆さん。あ、このおばあちゃん話しかけられないかな、いけないか。あ、なんとかこう、かいくぐって、このじじ、邪魔だじじ。いけねえわ。こっから先も行けそう。あ、また看板みたいなのあるぜ。ここは立ち入り禁止か？完全に行けなくなってんな。あの道は立ち入り禁止なんだ。なんだかちょっと怪しい雰囲気の場所だな。あ、じゃあこっち側行っちゃダメだね。行かないようにしよっと。立ち入り禁止と書かれておれ、ロープで封鎖される。ま、封鎖されてるにしたら次簡易的だけどな。またげば行けちゃうもんな、これ。もうちょっと強固にした方がいいんじゃない？入らせたくないんだったら。なんか格子みたいのも引くとかさ。だいぶいろんなところ見て歩いたな。いやー、見たねー。めちゃくちゃ広いねー。あのお医者さんにもう一度おいでって言われたけど、なんだろう。あ、そういえばさ、なんか俺スタンプま、全く集めてなかったんだけど。これ至るところにスタンプとかあったりすんのかな？全く気にしてなかったんだけど。なんかさ、アイテムでさ、スタンプラリー、これ見れるよね。あざかわこと、口縄尾川、石洗い川、あざかわ村資料館とかいっぱいあるんだよね、スタンプ。でも俺全く手に入れてなかったな。あ、また佐久間ちゃんいるじゃん。すげえ移動すんな、この女。あ、お姉さんよく会うな。すごいな。別に君を探してるわけじゃないんだよな。佐久間ちゃんもいろんな場所にいるんだね。同じ場所にいると村の人がすぐ告げ口にするの。村の団結力えげつないな。うろうろすると反対に目立つんじゃない？いいな。かく乱してるんだよ。見つかる方が面倒だもん。それに目立つって言うなら、お姉さんだって多分目立ってるよ。確かに、なんか村人にめっちゃ見られてるもんな。え、そうなのかな？小さい村だもん。今頃品定めされてるよ。うわぁ、嫌な言葉、品定め。じゃあ、愛想よくしなきゃね。でも気にしても仕方ないよね。いや、もう気にしても仕方ないでしょ、こんなの。村の人なんてずっと見てくるんだから。やっぱさ、都会の人ってそんな風に思うの？いいな。他人の干渉なんか気にしなくていいんだろうな。気にしちゃってんのか、佐久間ちゃん。はぁ、なんだか隠れるの疲れちゃった。そろそろ資料館空いてないから学校行けよ。資料館じゃねえだろ。学校という2文字の方行けよ。あ、走って行っちゃった。佐久間ちゃんって思ったより活発だな。そうやな。ま、医者のとこ行きましょうか。こんにちは、医者さん。ん？もううろつき飽きたんか。だいぶ歩きました。もう少し、いや、もう、うろつかない。広すぎてもう。今の俺には、広い世界だ。おう、そうかい。じゃあ、お前さん、ここでチート座って待ってな。ん？わかりました。涼しくなってくる頃合いじゃし、ちょうどいいわ。スタンプとかも結局探したけど、なんか、ここ以外でスタンプ押せる場所がなかったから、なんか条件満たさないとスタンプ手に入れられないっぽいんですよね。すごく綺麗。お？夕日か？めちゃくちゃ綺麗だな。山に沈む夕日が目の前の棚田を照らしていた。頬を優しく撫でる風が涼しくなり、虫の音が夜の音色に変わり始めていた。思わず深呼吸すると、草木の香りが昼間とは違っていることに気づいた。こんな気持ちで夕焼けを見つめているのはいつぶりだろうか。今日歩いたばかりのはずの村の景色に、私の胸はぎゅっと締め付けられた。一日中村を歩き回ったことで、不思議と気の焦りは抜けていた。思い返せば、あの葬儀の日から私はずっと自分を追い立てていた気がする。すごいなこれ。父と母はこの村でどんな風に出会い、どんな風に過ごしていたのだろうか。ノスタルジックな気分になるわ、なんか。そして二人はなぜこの村を出ていくことになったのか。気がつけば、私は焦燥感からではなく、純粋に二人の思い出を知りたくなっていた。きっとここには私の知らない思い出がまだ残っているんだろうな。
なんか感傷に浸ってさ、なんか昔のこと思い出して泣き出しちゃったりしないし、おりちゃん。今日はまだ綺麗な夕日でよかったの。はい、なんだか少し元気が出ました。若いのに暗い色のしけた顔だったからな。あんな顔してたらあっという間に顔が吹き込むぞ。そんなにですか。おう、この村のばあさん連中と同じような顔になってしまって前だった。もう60、70代に見えたってことかな。じゃあありがとうございます。お前さんがこんな偏僻な村に来た気持ちはわかるが、焦ってばかりじゃ自分の心を追い詰めるだけじゃぞ。何か大事なものを見つけたいなら、それを受け止める余裕が心には必要なんじゃ。それに若者は若者らしい顔つきの方がいい。おじいちゃん、お前さんが泊まっている資料館の管理人にも同じことを言っておるんじゃけどな。ああ、あれか、管理人って。え？模造と思ってる。お前さんもあの管理人を見て何も思っとらんわけないじゃぞ。確かに正直少し怖いですね。怖いどころじゃねえだろ。模造と思ってダッシュしてくんだから。あれはどうしようもなく頑固な男じゃ。頑固なわしでもギョッとする。まあ、あいつも早くから両親を亡くしとるからの。そうなんですか？管理人さんもご両親が。今じゃ一人で資料館に住んで、ほとんどあそこから出てこん。わしも定期検診で会うだけじゃ。あんな感じだから、資料館の管理で役所ともよく揉めとるわ。資料館については村人にも味方になってもらうべきなんじゃ。いやでもなぁ、あんな不愛想な感じじゃ、こう村人からも結構煙たがられてそうだよな、なんか。あ、ん？ああ、まあ、佐久間ちゃん。ちゃんさく。お姉さん、ここで何してんの？ちょっと夕日に照らされる田んぼを見てて。田んぼの夕日を見てた？年寄りにやること、なんか急にこうディスり始めたな。なんかちょっと喋るようになってから。何なのその老人扱いやめて。そうかな、私まだ大学生なんだから、ピチピチの。佐久間ちゃんこそどうしたの？どうしても壊してもないよ。あの後資料館が開いてて中に入ったんだけどさ、管理人も望月巡査も揃って資料館をうろうろするんだもん。お前を探してるんだよ。落ち着いていられなくてちょっと逃げてたの。あ、佐久間ちゃん探してたわけじゃないのか。お、佐久間んとこのクソガキか。お前さんもう中学生のくせに、まだ宇治の虫を腹に飼ってるんか。げ、やぶ医者じゃん。佐久間ちゃん、それに先生もクソガキって、口悪いな、二人とも。人のことをやぶ医者なんていうのは、クソガキの証拠じゃ。このじじいにだけは言われたくない気がするけどな。うるさいな、お姉さんにやぶなことでもしてたわけ。ちょっと。あ、それよりお姉さんを買い物済んだの？いや、全くやってないね、買い物。釣りして街探索してただけだわ。もう夕方だ。あの商店街に行かないと。ああ、商店街夕方から開いてるって言ってたもんね。お姉さんって結構間抜けだね。お前さんはもう少し口を慎め。だからクソガキなんじゃ。ああ、もう、ここもうるさいな。ちょ、一緒に行かない？佐久間ちゃん。お姉さん早く行かないと。仮にバカ怒りしてたからね。ああ、勝手に外出たからか。出るなって言われてたもんな。うわー、しまった。早く商店に行かないと。あの、素敵なものを見せてもらって本当にありがとうございました。心機臭い顔の若者がいるとわしの気分が悪くなるからの。騒がしいのもつかんから早さっさと行ってしまえ。はい、ありがとうございます。いやー、しかし急いで買い物してすぐに帰らないと。いやー、しかしね、なんかこのじじい新キャラだよね。そのオリジナル版にいなかったから、なんか結構重要なキャラクターだったりすんのかな。あ、ここか、商店街。ここっぽい、ここっぽい。よかった、お店が開いてる。すいません、あ、おばちゃん。あ、いや、すいません、お店まだやってますか。いや、夕方になったばかりだからさすがに開いてるだろ。おや、まあ、これまた可愛らしいお客さんだね。どうぞどうぞ。ありがとうございます。てか、もう俺本来の目的忘れてたんだけど、商店街に何しに来たんだっけ。あの、これを。はいはい、えらいね、もしかして一人のお使いか。めちゃくちゃ子供扱いされてる。大学生なんだけどな。え、あ、まあ気まずいよな。そうかい、そうかい。おまけにお菓子をつけてあげようね。俺、めちゃくちゃ子供に見られてんな。ありがとうございます。でもね、小さい子が一人でお買い物はおすすめしないよ。
めちゃくちゃでかいんやけどな。もうおばあちゃんより多分でかいと思うんだけど。そうおばあちゃんが言ってたって、ご両親に伝えておくんだよ。え、何？はい。でないと一人ぼっちで迷子になってしまうからね。え？なんか伏線だったりする？明らかにでかいよな、おばあちゃんより。迷子になると森に呼ばれてしまうよ。怖っ。そしてもう二度と帰っては来れなくなるからね。俺をまず子供扱いしてるんだったらこれは言わないべきだと思うんだけど。前はね、小神さんがいたからね。あ、また小神さんの単語出てきた。恐ろしいことが起こってもまだ心が救われた。でも小神さんももう消えた。あれ、夕暮れがちょっと夜っぽくなってきた。毎年ある夏祭りの祈願ももう形だけのもんになっちまったんだよ。ん？あんたみたいな可愛い子供はね、きっと呼ばれてしまうから、特に雨の日は外に出ちゃいけないよ。このおばあさん、私のことが子供に見えてるんだ。なんかただのさ、そのイカれたおばあちゃんって感じでもなさそうなんだよな。はい、ありがとうございます。気をつけてお帰りよ。なあ、日が沈むのが思ったより早いな。早く帰らないと。いや、やっぱりなんかありそうだね。夏祭りもただの娯楽とは考えにくくなってきたわ、今の。なんか、祈願が形だけのものになってしまったからね、みたいに言ってたわね。なんか夏祭りが何かの儀式とかに使われてたりするんじゃないか、ひょっとしたら。あ、チャンサクだ。あ、いた。チャンサク、お前まだうろちょろしてたんか。家帰れ。お姉さん今から帰りでしょ。一緒に帰ってあげるよ。俺帰るのよ、資料館だから。お前とは多分別方向だろ。え、もう暗くなっちゃうよ。佐久間ちゃんもお家に帰らないと。この時間だと部活の子がまだ帰ってるとする。どんだけ会いたくねえんだよ、クラスメートに。どんだけ帰りたくないの。それにお姉さんも一人じゃ帰りづらいでしょ。でもいいから、お姉さん私の心配なんてしなくていいの。それに資料館が閉まってたせいで今日一日うろうろさせられたんだもん。少しくらい資料館に忍び込まなきゃ割に合わない。また閉じ込められるぞ、お前。え？何を？じゃあ勝手に資料館に行くからいいよ。あ、ごめんごめんごめん、一緒に行くか。待って待って、それなら一緒に行こう。お、佐久間ちゃんと一緒に行動できんの？よしよしよし。これさ、別のところとか行けたりすんの？あ、急いで帰らなきゃってなってるわ。すげえ。神社とか行けない？ん？お、子供？夜中に一人で？こんな小さい子が一人で。こんな時間に子供が一人で。神社に入っちゃいけないのに。え？お姉さん追いかけよう。うん。え、なになに？怖い怖い怖い。めちゃくちゃ怖くなってきた。え、何が起こるの？全く知らないんだけどこれ。え？なに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 ？なんか一人どっか行った。あの子。小暗い靴だよね、これ。引こうとしてる。子供は絶対に行っちゃいけない場所だよ。小暗い靴？あれだよな。なんか、立ち入り禁止エリアみたいになってたやつだよな。ちょ、何やってんの？あ、行ってんじゃん、もう！今にも壊れそうなだらけのせい。え？子供はこの小さな穴から入ってしまったようだ。え？いや、乗り越えた方がいいでしょう。普段は子供じゃなくても入っちゃいけないんだけど。緊急事態だもん。行く気はないでしょ。さすがに子供放って置けるほどの精神を持って、あ、意外と狭いんだ。何ここ。なんか洞窟みたいになってる。ちっちゃい。何してんのこんなところで。ないよ。ない、ないよ。なんか探してんのか？なんか落としたのか？ガキンチョ。一緒に探してあげようか。ねえねえ、何してるの？ん、こんな時間に子供が一人でうろうろしちゃダメじゃん！まあ、お家の人はどこにいるのかな。お父ちゃん、おばあちゃん。かわいい。お父さんとおばあちゃんかな。帰らないと心配してるよ。でも、あーちゃん、ここおいで、言われたよ。あ！やべ、呼ばれたってやつか。さっきおばあちゃん言ってた、森に呼ばれるからねーって言ってたやつでしょ。え、ここでお家の人と待ち合わせしてるの？こんなところで村の人が子供と待ち合わせなんてしないよ。あんたも、
おいでなんて声、聞いちゃいけない。いいから帰るよ。うちどこよ。あーちゃ、わかんない。いや、いいよ。なんでここだけボイス好き？なんでここだけボイスついてんの？めちゃくちゃリアルにしたかったんかな。大丈夫。大丈夫だからね。まあ、こんな狭苦しい田舎だしさ、すぐ、わかるだろ。ごめん、お姉さん。私、この場所、無理。佐久間ちゃん、どうしたの？真っ青だよ。私、望月巡査呼んでくるよ。その子から絶対に、目を、離さないで。いや、三人で出りゃよくない？佐久間ちゃん、様子が変だったな。お名前は、あーちゃんでいいのかな？お姉さんと一緒にお家に帰ろう。ね。とりあえず神社から出ようね。出まちゃうね。あ、よかったよかった。普通に出られたわ。あゆこ。どっちこれ？お父さん、お母さんどっちだこれ？前探してたんだぞ。何してたんだよ。あーちゃんのお父さん。あ、お父さんか。どっちかわかんない見た目してるからびっくりしちゃった。あんた見かけない顔だけど、なんだあゆこと一緒にいるんだ。いや、こっちはさ、子供が一人で行ってるから、心配して、見に行ったんだぜ。え、それは、もしかして、あゆこのこと、あんたが連れ回してたわけか。おい、心外だな、てめえ。心配してやってんのによ。え、違いますよ。なら違うっていう証拠があるんだろうな。証拠言われてもな。あんた村のもんじゃないだろ。じゃあ何を理由にこんな神社であゆこを連れてるんだ。いや、理由も何、一人で行ってたからさ。おい、落ち着けって。なんだろう、絶対に怪しいだろう。いや、めちゃくちゃ、まあ、そうだね。見た目的に怪しいか。田舎とは思えない格好してるもんな。お父さん、なんで怒る？あーちゃんとお姉ちゃんのこと怒る。やだ。ほら、また泣いちゃったよ。お父さんだったら泣かせんなよ。めちゃめちゃ泣いとるやん。あゆこ。とりあえず土下座してもらっていい？おい、あんた、あゆこ泣かしてんじゃねえよ。どう考えても俺じゃねえだろ。大の大人がそんな言いがかりはやめてください。お、反撃した。あと、お子さんが泣いてるんですから、もう少し怒鳴るのも抑えてください。そう。いや、まあなんか、不死家庭だからなんかいろいろあんじゃないの？こっちだよ、望月巡査。早くしてよ。あ、チャンサク来てくれたか。遅い自転車、もっと急いで来てもらえる？おい、君たち何をしてる？望月巡査に、佐久間ちゃん。え、その人たち誰？佐久間に迷子だと言われて慌てて来たんだが、あまりいい雰囲気じゃないな。どういう状況だ？いや、この女がいなくなったあゆ子を連れてたんで。は？お姉さんはその子を見つけただけだよ。そこに私も一緒だったんだからね。変なこと言わないでよ。ありがとう、佐久間。おい、これ以上怒っても仕方ねえよ。君、横畑さんのところの、またあゆこちゃんを探してたのか。いつも言っているが、お子さんがいなくなって探すなら警察に連絡をしてくれ。そうしてくれれば、俺や他の職員も対応するから。んだよ。村に帰ってきたのに偉そうなよそ者ばっかでよ。な、もう黙っとけって。あゆこ、父ちゃん怒って悪かったよ。ばあちゃんも待ってんだから、もう帰るぞ。ん？姉ちゃん今度、遊んでね。うん。なんか村の、この人たちのこの情景描写もしっかりしてんな。それにしてもあの子供大丈夫かな？何あれ、すっごいムカつく。自分がちゃんと子供を見てなかったくせに。ありがとう、佐久間ちゃん。急いで呼びに行ってくれたんだね。今のは横畑さんのところの息子さんとお孫さんでな。ここ最近、村に帰ってきたばかりらしいんだが、お孫さんがしょっちゅう迷子になるんだよ。いやー、なんか嫌な予感しそうだよね。それでいつも慌ただしく探してるんだ。田舎とはいえ心配だから、ちゃんと連絡してくれとは伝えてるんだがな。君は保護してくれたんだろう。それなのにあの態度はな。そうなんですね。でもひとまず良かったです。何が良かったの？お姉さんもうちょっと怒りなよ。まあまあ。ところで、君も早く帰りなさい。もう暗くなるし。菅君はカンカンだぞ。ああ、菅っち、怒ってるか。君を送っていければいいんだが、見ての通り先にこっちをどうにかしないといけないんだな。は？なんだよ！私今日は閉館時間どころか資料館にいなかったでしょ？
だったら一人で帰れるから。佐久間ちゃんもかなり遅い時間になってきてるよ。私は大丈夫なので佐久間ちゃん送ってください。お姉さんまで。あのさ、お姉さんってさ、都会の女子大生なんでしょ？え？一応女子大生ではあるけど。じゃあこれ、持ってるよね？何？ポケベル！すげえ！初めて見た。こういう感じなんだ、ポケベルって。あれでしょ？なんか、その、4昔前ぐらいの LINE でしょ？ポケベル？一応持ってるよ。ならこれ、管理人に渡しておきなよ。無駄に怒られるなんてめんどくさいじゃん。なんかめっちゃ佐久間ちゃんってさ、こう言葉はきついけど心配してくれるよね。え？でもこれ佐久間ちゃんのでしょ？おい、どうした？何をコソコソしてるんだ？し、いいから。親に持たされてて、連絡来るのがすごく鬱陶しいんだよ。でも捨てるわけにもいかないし。だから管理人に渡しておいて。一石二鳥じゃん。うん、わかった。ありがとう。なんだなんだ？別に、おっさんにはわかんないことで言う。おいおい、佐久間、お前な。なんかね。ポケベルを手に入れましたよ。いやー、それにしてもあの子供すげー気がかりだな。なんかもっと嫌なことに発展しそうな気がする。あ、スガッチ、管理人さん。外出てすんません。すいません、遅くなってしまって。ビンタされんじゃないの？その泊まる準備は食事なんかの買い物をしていて。まあね、この人ね、悪い人じゃないからね、全然。むしろこう、味方でいてくれる人だから。